皆さん、こんにちは。こんにちは。親権不動産屋の広田です。2代目の矢野小宮です。はい、今日はですね、いつものようにですね、気になるニュースの解説をしていきたいと思うんですけども、今日のお話はですね、日経新聞のですね、というとね、あれね、2月27日付の朝刊に載ってた記事ですね、マンション家賃最高値続く、東京23区などでっていう記事が載ってましてですね、簡単に言ってしまうと、マンションの家賃が上がってますよっていうところなんですね。はい。これどうなんですか？体感的にはどうですか？小宮さん的には。そうですね。賃貸物件の家賃が、最近物価高っていうところが言われてる中で、家賃を上げるとか上げれてるっていう話は、ちょこちょこ聞くんですけども、これはどっちかというと東京とか、そうですね、首都圏中心かなっていう局地的な、ね、話感じかなと思うんですけどね。はい、ただそういう話は都心ではよく聞きます。そうですね、上げたっていう話もよく聞くし、逆に更新時にですね、実際に住んでる方からね、ご相談で更新時に値上げが要求されてるんですけどどうしましょうかなんていう相談も来るぐらいですから、やっぱり実際の新規のね、契約だけじゃなくて、更新でなんかもう上げる物件も、都心の話ですけどね、増えてるんじゃないかなっていうのは体感的にね、感じるんですけども。で、これなんか新聞によるとですね、新聞の記事を読んでいきますと、上がってる理由が、借り手の負担能力が高い、要は給料が上がって高まったっていうのと、それから、マンションの価格ですね。要は分譲マンションの価格が、これ都内で23区内でも1億超えた、平均価格が1億超えたってことで、普通のサラリーマンには手が届かないになっちゃったんで、諦めて賃貸に移ってきたんじゃないかっていうのと、それから、これ前々から言われてるんですけど、コロナが収束して、都心にまたね、人が戻ってきたんじゃないかっていうようなね、3つぐらいの理由書いてあるんですけどね、このあたりどうですかね。そうですね、もう最初のこの、借り手の負担が上がったというところは、この給料が上がったというところは、これおそらくですね、一部の大企業の話ですね、まだまだ、なので、これはちょっとその、ターゲットっていうか層的には限定的かなというところで、そうですね、ちょっとここは、あまり今回の話では深掘りしないというところで、その次のやっぱり物件のね、実際マイホームとして買う場合の、購入価格が上がってるっていうのは、多分これご覧の皆さんもね、よくご存知かと思うんですけど、買えない、本当は買おうと思ってたんだけど、買いたい、その人がやっぱちょっと厳しいな、高くて厳しいなってなって賃貸に流れてきた。で、それで賃貸の物件のやっぱり競争率が上がって、結果的に上がったっていう、というと、ここはロジック的にも自然ですし、そうですね、非常に、あるのかなと思いますよね。そうですね。これ、記事で、後でちょっと画像を挟みたいと思いますけど、グラフが出てて、賃料の上昇の度合いを出しているグラフがあるんですけど、これを見ますと、タイプ別にシングル、カップル、ファミリーってこう分けてあるんですけど、これ一番最初のね、負担能力が増えた。賃上げしたから上がるって言ったら全体に上がんなきゃいけないんですけど、これを見るとカップルとファミリー、特にファミリーのところがぐっと上がってるんですね。で、シングルは割と、上がってはいるんですけど横ばいっていう感じなんで、これを見るとやっぱり、小宮さん言われるように、その、購入層、カップルですとか結婚したから買うとかファミリーだから買うっていうところがやっぱり多いんで、家賃が上がってきたっていうのは、やっぱりその、分譲の物件が高すぎて、その、買えないで諦めて賃貸に流れてるっていうのが、いい予備かなというか、原因の一つじゃないかなというふうに僕も思いますね。そうですね。あとはちょっと話、少しずれますけど、金利もこれから上がってくるんじゃないか、みたいな話があって、なおさらこう、なんか、金利に対してこう、最近こう、ネガティブな、ニュースというかね、なんか要素が、多いから、結構、なんか、買い控えてる人多いのかなという感じもしますけどね。あと、新聞記事は必ずそうなんですけど、これ全国ね、どこでもこういう傾向があるかってそうではなくて、結構こう都市圏に限られた話じゃないかなってことで、中には書いてあるんですけど、札幌市は前月比 1.2% とか、名古屋は 0.3% 安くなったんですね。で、大阪は 0.9% 高く、福岡も 0.9%。だからこれ地域によってこう、ね、場所によってすごく温度差というか、
あるみたいな感じですよね。そうですね、多分この首都圏にね、はい、かあの住まいの方とか関わっている方はね、はい、あのご存知かもしれないですけど、まあ、東京はまあ結構強気だと思うんですよね、はいはい、東京、まあ、まあ近郊含めてですね、はいはい、なのでまあ東京とかあとは神奈川とか、まあ、関東のね中心部っていうところは、はい、まあ、ある程度数字が上がってるのかなっていうところと、あとこの記事にも書いてあるように札幌とか、うん、まあ、名古屋とか大阪、うん、まあ、福岡というまあその政令指定都市とか、まあ、そうですね、まああくまでその地域の中心部というところはするんだけど、はいはいはい、やっぱちょっと離れるとやっぱり家賃って、まあ、一気に、まあ、落ち着いてくるところ。そうですね、まあ、確かに今広瀬さんおっしゃったように家賃が上がってると言ってですね、まあ、全国的に上がってるかっていうと、うん、まあ、ある程度都市部に限った話かなっていうところ。でその都市部もそうですし、同じ例えば都内でもですね、いろんな条件でこのエリアこのエリアによっても違うと思うんですね。だからこういう記事見てこう鵜呑みにしてですね、いや強気にいけるんだっていうのはちょっと短絡的に考えすぎで、もうちょっとこう自分の周辺の動きっていうのを見て決めた方がいいですよね。そうですね、うん、まあ、我々の対談でもよくあの話出しますけど、うん、ちゃんと家賃相場、そうですね、お家賃調べましょうねっていう話をよく聞かれてるんですね。なので、まあ、家賃相場をまずちゃんと自分でその、まあ、エビデンスというかですね、調べるっていうところが大事で、そうですね、でその結果ね、こう家賃が上げれるっていうんだったらもう全然上げた方がいいと思いますし、そうですね、チャンスですからね、うん、まあ、そこでね、どうしてもやっぱり上げたんだけどなかなかこう反響がっていうところはもう反響見ながら、ね、そうですね、調整していくすごく大事なところで、うん、結局まあ一番いいのは上がって客付けができることなんですけど、上がったけど空室だったらもう何の意味もないんで、上げたけどね、うん、まあそうですね、うん、まあ、そこのこう賃料設定のバランスっていうのも難しいところなんですけど、そうそうす、ね、うん、今のこの記事と、はい、まあ、最近のこう実情を見ると、はい、まあ、上げれるチャンスがあるんだったら、そうですね、なんかあの不動産会社に言われたまま、はい、あの前と同じ賃料でって言って分かりましたって言って終わっちゃうんじゃなくて、まあ、少しこうチャレンジして上げてみるっていうのも、あのそれね、やらないと逆に機会損失。そうですね、あの本当に自分でこうね、自分の物件を把握するっていうところが大事かと思いますよね、うん、そうですね、はい、はい、まあ、ということですね、今日はマンションの、ね、家賃が最高値、あの上がってるよっていうね、ニュースについて解説させていただきました。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。